はい、それでは外観チェックいきます。正面がこんな感じね。これカメラね。これが通話時のスピーカーですね。こういうふうにね、ちょっとね、出っ張ってるんだよね。ここにフラッシュあります。セルフィー用のフラッシュね。これ光らしてみましょうか。パシッとな。そんで、ここにね、二つね、スピーカーっぽいのがあるんだけど、実際はこっちだけがスピーカーで、こっちは通話時のマイク。つまり、これはモノラルスピーカーなので、誤解しないようにお願いします。こういうふうに説明書にも書いてあると。それで、裏に行きます。裏はこんな感じと。ここのね、裏の処理なんだけど、これね、バリスティックナイロンっていう名前がついてます。直訳すれば弾道ナイロンっていうことなんだけど、意訳すればこれあれだよね、防弾ナイロンっていう意味だよね、きっとね。防弾チョッキとかさ、あと何？スーツケースとかさ、それの表面処理っぽい。確かに言われてみると、この肌触りはナイロンっていう感じだわな。こっちのガラスもなんか強化ガラスになってるので、まあそれと含めて、すごくこう、丈夫なイメージをアピールしているっていうことなんでしょうね。で、これがカメラね。カメラがあって、これ、わかりにくいかもしれないけど、デュアルフラッシュになってるのがわかるかな？で、モトローラのロゴと。特別これは指紋センサーになってるとか、そんなことはないですね。こんな感じ。少しへっこんでるよと。光らしてみましょうか。非常に分かりにくいかもしれないけど、なんか穴開いてますね、ここにね。多分これマイクの穴だと思うんだけど、ここにも穴開いてて、これが何の穴なのかちょっと分かんないな。右側面なんですが、これ電源ボタン、これボリュームボタンね。ね、ギザギザになってるね。ボリュームボタンはギザギザになってないよと。なので肌触りでどっちなのかが分かりやすくなってると。で、左側面はこういうふうになってて何もないよと。はい。で、上はね、ここヘッドホンジャックで、これ SIM カードスロットね、 SD カードスロットでもあるけど、外してみますね。おりゃ、こうなるよと。で、こういうふうになってますね。これ SIM1 ね。これがナノで、こっちがマイクロなのかな。で、SD カードと兼用になっているよと。で、裏はこんな感じだよと。下はこんなふうになってます。ここ USB ですね。普通の USB の形してますね。Type-C じゃないね。